はい、ポタポパアウトドアチャンネル音じゃないです。ヤギです。というわけで今日は今日は、急遽動画を回しております。っていうのは、ウェブカメラ、新しいウェブカメラを購入したので、その映像なども含めて検証していきたいと思います。はい、で、もともとウェブカメラお父ちゃんのこれついてないんです、パソコンでついてないで、ズームとかやる機会がどんどん増えてきたので、ズームを使う機会が増えてきて、ズームを使うときは今まではタブレットだったり、スマホを使ってやってました。で、まあ、塾の絡みとかいろいろあって、コウタがズームを使う機会がどんどん増えてきますので、それに合わせて、ウェブカメラを今回購入しましたので、それをレビューしていきたいと思います。で、物はこれです。このカメラ、メーカーがよくわかんないんですが、ネクシゴっていうアメリカのメーカー、ただしメイドインチャイナですが、アメリカのメーカーです。で、これがあのレビューとか、この会社の、ホームページとかを見るとかなりなんか良さげな感じがして、当初はロジクールのウェブカメラを買おうと思ったんですけども、これにしました。で、理由はそのホームページにもテープを書いてて、レビューが良かったっていうのがあるんですけど、カメラ材料費で8999円が一般的な価格なんですが、その時で1000いくらで購入することができたので、これにしました。はい、で、実際、今もうセッティングしてある、セッティングしてます。それをじゃあ大体ちょっと撮ってください。これで、ライトがリングライトがついてるんですね。リングライトがついてます。で、これでライトがついてます。で、ここにレンズ。で、マイクがついてます。マイクがついてます。実は。今マイクオフ、こっちで切ってますからね。はい。で、この映像をOBS で今録画してます。OBS で録画してます。じゃあその録画の映像がどれかというと、これです。はい、はい、これを撮ってください。はい、これをウェブカメラで撮ったのを OBS で今再生というか、リアルタイムです。できて。カメラに向かって。はい、これが、OBS で撮ったウェブカメラ映像。かなり映像綺麗。結構綺麗。これめちゃくちゃ綺麗でしょ。これで 1080p の 60fps という、はい。で、再生させてます。難しいでしょ。こっち見ると見てないし、あっち見ると見えないし、難しい。こっちに向いて、うん、でも聞いてで、これを今この映像も録画中ですので、ね、この映像も録画中で、これを今カメラ123台使ってますよね。3台で撮影してますので、それをちょっと見比べながら検証してきて、まあでも言うてもウェブカメラなんで、そこまで画像の良さは求めてません。で、と大輝が、あ、コウタが、ライブ配信してるんですけど、ゲームをね、その時に自分のプレイの模様をウェブカメラで撮って、ね、そのまま配信してます。で、だからいろんな角度に変えられるんで、角度を変えて自分の手元を、ライブ配信し、ゲームの実況をやってますのでね、その時の映像を見ましたけど、それなりに良かったです。結構綺麗でした。うん、はい、じゃあもう一回このカメラで今ね、この映像は
先日買った、DJI のアクションカムで撮ってます。でこれが GoPro Hero 9、これでウェブカメラを撮ってます。でこの映像が、この映像がウェブカメラの映像でございます。どう、この撮影面白くない？カメラいろんな角度であってさ、どこ見ていいか分かんなくなっちゃう。こっち見ればいいのか、こっち見ればいいのか、こっち見ればいいのか、難しいよ。そしたら順番にドンドンドンってやってみてください。編集します。ドン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 。これはこれで面白いね。ちゃんと撮れてなかった。もう一回やる？テイク2。はい。どっから？ドン、ドン、はい。という感じで、いろんな角度で、撮影しています。これが GoPro。これが DJI。これが Nexigo のウェブカメラ。これをね、いろんな形でちょっと編集してね、カメラの良さを、ね、紹介して。まあ、言うても本当、所詮ウェブカメラなんでね、GoPro と比較はできませんけど、まあ、十分 Zoom とか、こういう撮影には使えるかなっていうことで、試しに今撮っております。はい。Nexigo の N960。うん。Nexigo N960E。リングライトがついたウェブカメラ。これで、このズームなど、またトヨタの動画配信に、活躍してくれるでしょう。でもこれかなりね、画像綺麗です。あ、綺麗。うん、かなり綺麗です。実際見ました。でそれも含めてね、今この動画をまとめて編集し、公開していきたいと思います。ぜひご覧ください。はい、じゃあまとめましょう。はい、じゃあまた。